はい、皆さんこんにちは、せんちゃんです。今日は月曜日26日、かのや天気予報はちょっと曇りの晴れですね。夜は少し雨みたいですね。そしたら私の今日は月曜日で、私は自分で野菜の家庭菜園の植え付け、皆さん、私はね、昨日熊本の遊び、そしたらね、野菜の苗、熊不法家のお父さんお母さんいるから2人、そしたら苗はね、私にくれて私嬉しいです。昨日遊びだけ野菜苗ももらった、とっても嬉しいで、今度植え付けはこれ。私はね、日本の農業ですよ、農業旦那さんと一緒にいろいろやって、今度自分で家庭菜園する。まあ、私ラオスから来た、日本のこと、いろんな便利まだある。これ植えてね、便利初めて見た。昨日から教えて、これこんなフライでして、フライでこうしたらポチョってこれ出る。本当便利。私は本当はいいかな、私理想です。これで2、3です。植えた見たわ、よかった、ほんと便利で。今度これ植える、こっちしてら開く。今度私ね、苗もね、たくさんのもらい、これ白菜、ボッコリ、キャベツ、3種類。この前の私のここの畑、こっちは大根、大根はこれです。今から皆さんに見しょうか。よいしょよいしょよいしょ、反対。今ね、さっき私お昼に準備、ノータリーして、お兄ちゃん形の作ってくれた。ヘロコプターすごいうるさいな。そしたら私はね、楽しみ、植えてみた。ほんとよかった。あっちは私の大根の種まき。今ちょっとめでたね。この前の反対に見しようか。はい、これね、私今今日はここから、植える、一人で頑張ります。今日はもう時間はない。朝からリモスの、さつまいも、ごぼうのリモス準備して送りました。今度お昼のおたり、シリーベース、一人で終わるか終わらないぐらいでね。もう時間ですね。今日は落花生も除学しないかもしれない。時間回らない。今はね、もう、休暇はね、休暇の時、26日だ、もうする中ガスで、野菜早く大きい、早くしたいですこと。これは高菜ですね。これは高菜。少し見て、綺麗見れてるよ。ほろんどん。綺麗。全部、あんまりたくさん出るすぎかもね。こんな私で、へばらんばらんで。ちょっと今、出た。これも、これはほうれん草。これほうれん草、こんな感じ見れたですよ。こんな感じ。ほうれん草も結構多いです。こっちはね、ちょっと、これは、キャベツ苗とか、ボッコリとか、新鮮菜と、もうだいぶ、きれい見れた。結構多いですよ。これはね、これはきれいに出てるよ。それ大根の葉っぱ。これは大根の葉っぱです。もうする30日に切れるかもね。よいしょ、今から白菜、キャベツ、苗植えます。
はい。これは白菜。これですね。昨日はね、一番の日曜日遊びで面白いかった。それ嬉しいの。野菜の苗もらった。遊びだけもいいなと、また野菜の苗ももらった。とっても嬉しいです。今日は一人で頑張って植えました。これは高菜ですね。これは白菜。白菜。これはちょっと苗足りないで、また私、明日の、私のところはちょっと苗はまだ小さい。また明日のここに植えるですね。今日も一日で終わらない方かなと、もし、やったったら4時に終わってちょうど、今4時ですね。終わりました。これは、キャベツもね、1です。ちょっと半あるですね。ちょっとまたここ足りない。私、苗、もう一回植える。今度、ここ。これは、ぼっこりは1レースですね。そしたら私の野菜の、もう高菜も、きれいめでた。きれいめでた。ほんと、楽しみ。野菜の作ったはめで、野菜はめから出て、もう、先中大きい、毎日起きた。ほんと、楽しみ。野菜の、作り方ですね。これは私の野菜。本当に楽しみ。どんな収穫できるかな。今からね、4時で今から帰る。私の野菜、明日の高菜ま、種まき準備です。今日は一人で頑張りました。なんでっけ、私も言ったか忘れた。白菜、キャベツ、ぼっこり、植え付け。家庭菜園。これ、せんちゃんの畑。あちは、きれいめでたところは、大根の葉っぱです。こっちは4月の大根。今から別の畑。私、まだ楽しみ。いろいろ作りたい。皆さんに見せたい。楽しみ。待ってね。今から帰ります。